時間の問題さ。時間の問題さ。これでならず者のバリスも思い知っただろう。昔から悪ガキだったんだ。タバコを買う列に並んでる老人のポケットから宝くじを盗んだりしてた。注意、これよりセーフエリアに侵入。こいつがあんたを呼んでるぞ。わあ、リビジョンエージェントだよね。君は最高だよ。とにかく本当に最高だ。正真正銘のディビジョンエージェント。こんな風に君に情報を送ることができるなんて全く光栄の至りだよ。何か情報が入ったらすぐに知らせるから。いやどうも、見ていけよ。気に入るものあるか。バロン、なんかつけてんの。
また。そう。気に入るものあるか？買わんでもいいか。なあ、見てってくれよ。警告、これよりセーフエリアを離れます。農場を買ったんだ。はあ？だから農場を買った。バージニアに40エーカー。冗談やろ。ブルーリッジ山脈のすぐ近く。何もないけど遠くに少し森があって家屋もある。鶏を育てようと思ってるんだ。お前都会育ちやろ。1週間も続かへんで。ここにいても1週間持たない気がする。同じ建物のやつが4人、危険な菌にやられて病院に運ばれ、一人は死んだ。離れられるうちにここを離れる。お前もそうした方がいい。すごいわ。力になる。
いや、冗談じゃない。他人のゴミの匂いにうんざりなんだよ。それで地下鉄にはもう立てない。目の前にアーバンダンスが踊ってるなら別だけど。あとタクシー、クソ、あんなの自分で運転した方がマシだ。そう言うなって。エージェント、ライカーズが暴れ回っているという報告が入った。君は重要人物だから迷惑なんて絶対にかけたくないんだけど、もし奴らを黙らせてくれたら感動的だろうな。できることはあまりない。
間違えた。何もない。長くは持たないぞ。
り記録的なスピードでやってくれたね。もちろん僕は最初から何も疑ってなかったけど、それにしても朝起きて自分が自分で本当に最高だなんて思ったりしない？アウト。エージェント、ライカーズが人を拘束してるって報告がまた入ったんだ。でもくれぐれも気をつけて。何か必要だったらとにかく個人的に連絡して。それは名誉で特権だからね。それとそのかっこいい腕時計がどこで売ってるかぜひ教えてほしい。Agree.